皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ファインまでついに au ペアプリンが対応 PayPay ペペ関西電力で決済可能電子マネー7個についてということで、今回は大きく3つ、ファミリーマート、PayPay7 ペペ個の情報についてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまず1つ目がファミリーマートの話題ですね。今度からですね、ファミリーマートでスマホ決済できる数が増えます。 こちらそのまま公式ページから引っ張ってきたんですけども、現時点ではファミリーマートではスマホ決済できるものといえば D 払い、楽天ペイ、LINE ペイ、PayPay、AliPay、WeChat ペイ、そしてファミペイまでだったんですが、なんと今回の発表でさらにそこから4つの決済方法が追加されます。au ペイ、J コインペイ、y o u t u ペイ、プリンということですね。 まあ、AU ペイとか U ちょペイに関しては、期にまあ使えるんかなというふうには若干思ってたところではあるんですけども、今回まさかのそこに J コインペイとプリンが入ってくるっていうのはちょっと意外でしたね。 プリンもファンペイとかに入金で活用するみたいな噂はあったんですがファミリーマートで決済できるようになるとは思いませんでした一応ここに出てる通り日付としたら英雄ペイと J コインペイそしてゆうちょペイに関しては来月の2019年12月の3日からでしてでプリンに関しましては来年の2月からの予定ということでしたのでまあここはお間違いないようにお願いしますでファミリーマートに関しまして以前動画でもお伝えしましたが明日11月26日からファミリーマートでは楽天ポイント D ポイント は対応するようになりますついに明日からですねちなみにファミリーマートのファミペイに関してはアプリの中にそのまま楽天ポイントとか D ポイントあとは T カードを登録してバーコード一つで決済含めてポイントを貯めたりすることもできるのでまあ、よりスマートにお買い物ができるようになりますなのでまあ明日からもしファミペイを利用される方はチャレンジしてみてください以上がファミリーマートの話題です 次は PayPay ペペの話題ですね。今出てるように PayPay ペペでは請求書払いというサービスがあるんですけども、それが本日から関西電力も対応すると発表がありました。 ま、現時点では今出てる通り、電気の場合だと、東京電力、今回から追加された関西電力、中国電力、九州電力、ガスの場合は、北海道ガス、東京ガス、大阪ガス、広島ガスなどですね。まあ、他にも住んでいる地域によっては、住民税とか自動車税も、ペイペイで払うことができます。しかも今だと、ペイペイで請求書払いを実施すると、0.5%分のペイペイボーナスがもらえるので、もしですね、お住まいの地域が対象であれば、現金のお支払いではなく、ペイペイで払うのもいいのかなと思います。 思います。もうペイペイで払えばわざわざ払いに行く手間も省くことができるので、まあ、そういった分に関してもかなり便利がいいのかなと思います。まあ、一応下の概要欄にリンク貼っておきます。最後こちら奈々子の話題ですね。まあ、本日ちょっと僕もあのツイッターを見てて急に発表があったことをですねちょっと見かけたんですけども、この奈々子で一部商品やサービスに関しての奈々子での支払いが不可ということなので、まあ、利用ができなく決済できなくなりますよという発表でした。ちなみに払えなくなるサービスに関しては今出てる通りなんですけども、セブンイレブンにおける収納台 サービスの一部あとは寄付ですねふるさと納税含むそして募金貸付金老融資等の返済あとクレジットカードでご利用代金ショッピングキャッシングの返済ということでした 一応まあ使えなくなるのは上に出てるように2019年の12月の20日からとなってますのでもしですね7個で今お伝えした項目で該当するものがあれば支払うことができなくなりますのでこれに関してはお気を付けくださいちなみに税金とか公共料金のまあ電気ガス電話などについては7個でのお支払いはこれまで通り可能ということになってますそんなこんなで今回は簡単ではありましたけどもファミリーマートで新たに決済方法が追加されたということとペイペイが関西電力に対応そして7個で一部のお支払いができなくなりますよという この3つについてお伝えさせていただきました。いや、まあ、けど、ファミリーマートは本当楽天ポイントとか、D ポイントに対応するのもそうなんですが、決済方法が増えるのもまた面白いですよね。やっぱりもう、あの、次にまたファミリーマートが何をやってくれるのかっていうのは、ちょっと個人的には楽しみにしているところではあります。まあ、今お伝えした3つの内容に関しましては、下の概要欄に公式のリンクを貼っておきますので、まあ、詳細が気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。